マトロックスエレクトロニックシステムズリミテッドは PC 向けグラフィックスカード、GPU、放送、業務用ノンリニア編集機器、産業用画像入出力装置などのメーカー。かつてはサーバー用ネットワーク機器も手掛けていたが撤退している。本社所在地はカナダ、ケベック州ドーバル市。1976年にローオン・トロティエとブランコ、マチクによって創業された。 マトロックスという社名は創業者であるマチクとトロティへの名をつなぎ、これに優れたという意味を込めて X を加えたものである。各事業部ごとに別会社となっており、公式サイトや輸入代理店などもそれぞれ別々に構成されている。マトロックスインプレッションプラスマトロックス、ミレニアムミレニアム G400 マックスマトロックス、パーヒーリア1999年以降のマトロックスは、 複数台のモニターを単一のカードによって表示させる機能を持ったグラフィックスカード、GPU を中心にラインナップしている。その顧客も主に業務用途のユーザーを念頭に置いており、主な対象となるのは金融、医療、ビデオ編集、軍事などの分野である。1990年代前半から中盤にかけ、マトロックスミレニアムシリーズは 2D の描画速度において、 圧倒的な高性能を発揮し、同時にシャープな画質でも知られていた。しかし、コンシューマー分野において、3D の描画性能が重要視されるようになると、マトロックスの市場シェアは少しずつ落ちていった。それに対して、マトロックスはダークテックスに対応し、3D 性能も改善させた G400 を市場に投入したが、その後の G450。 G550 では、性能向上は行われず、多くのコンシューマーの要求に応えることはなかった。2002年には、設計を刷新したパーヒーリア -512 を投入し、同社のパフォーマンス市場への復帰が期待された。しかしコンシューマー向け市場で成功を収めることはできず、以降はビジネス向け、産業向けの製品が主力となっている。 2005から2006年には既存のディスプレイ出力にマルチディスプレイ出力機能を付与するコンソールであるデュルヘッド2号とトリプルヘッド2号というグラフィックスエクスパンションマジュールズと称するグラフィックボックス製品がリリースされている2008年久々の新ビデオカード M シリーズを発表した AMD と NVIDIA が GPU 市場を独占した2000年代以降も業務用 マルチディスプレイという特殊な用途もあって、自社のグラフィックカードに自社開発の GPU を採用し続けていたが、2014年9月、ついに AMD の GPU を採用したグラフィックカード C シリーズを発売した。代表的なビデオカード製品格カードの名称について、ミレニアム、ウルティマ、インプレッション、ミスティーク、マーベル、パーヒーリアという意味をそれぞれ持っている。 ミレニアムシリーズなどで G から始まるシリーズについてその文字はジェネシスを意味する P はパーヒーリアであるグラフィックスエクスパンションマジュールズこれらの製品は同社のビデオカードと組み合わせても動作せずインテルのチップセット内蔵グラフィック及び NVIDIA と ATI のビデオカードの出力にしか対応していない個人用業務用のリアルタイム編集機器 RT シリーズ および放送用、業務用の HD、SD リアルタイム編集機器、マトロックスは口を製造、販売している。代表的な製品ブランド高速、高精度のアナログ 4CH 入力を搭載した、画像処理ボード、マトロックスオデッセイなどの製品を発売している。日本国内では、キャノン IT ソリューションズが代理店として販売、サポートを行っている。 代表的な製品ブランドシャーク NS-100、4NS フニック、4インテルチップを使ったサーバー向けファーストイーサネットの NIC や大規模ネットワーク用スイッチボックスなどを製造、マトロックスシャークというサメのロゴマークを使ったブランド名で展開していた。現在はすでに撤退済みであるが、直販サイトの SHOPMATROX.com 内にサポートページが残っている。 代表的なネットワーク製品蒸気の2機種は、特にイーベ等の中古市場で、現在もよく流通しており、特に後者は高性能な NIC である。ただし、前者のシャーク NS-100-4 は、現在の OS ではまず使えないので注意が必要である。ありがとうございます。